カモ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 。バスの姿が見えました。あそこが最後のバス停です。こんなのがあるんだ。体験会随時募集中。ここで滑ればいいかな。おはようございます。寒いですね。3連休の最終日です。今日仕事が1時過ぎからなんで、その前に歩いてみようと思います。また今晩から明日にかけて雪が降るなんて言ってますね。どうなんでしょう。なんかそんなに騒いでないから、この間ほどでもないのかな。今朝はね、もう和子さんが残してきてくれた豚しゃぶを朝から食べまして、口が脂っこいのとお腹パンパンでございますんで、お昼は食べないで済むかなと思ってます。ガソリンスタンドだったとこ何ができるのかと思ったら、マンションのモデルルームでした。どこにできるやつなんだろう。岩橋駅から10分、京成から9分ってことはこっちの方だね。どこに作ってんだろう。トップアスリートが認めたハイアルモ、日本初の高地トレーニングスタジオだそうです。2時間分の運動効果、なんか逆からか、たった30分歩くだけ。こんなのがあるんだ。体験会随時募集中。低酸素ジムだそうです。今度来てみようかな。おお、まだ47だっけ、トレノありますね。前にあれいじってるおじちゃんに声かけたら、いろいろ話されて30分ぐらい帰れなかった覚えがあります。そういう点は注意しましょう。どうなんだろう、僕よりも年上だったのかな。まあ嬉しかったんだろうね、お話聞いてくれる人がいて。ほんとね、話が止まんなかったよ。ずっと14号を海神方面、西船橋方面に歩ってまして、今船橋郵便局のところまで参りました。車検センターだって。ここはね、昔確かなんだっけ、そうだ、オートスナック、自動販売機がいっぱいあって、暴走族のたまり場みたいなところ、そんなとこでした。思うまい店でちょっと前にやってた、自動販売機でうどんが出てきたりとか、そんなののあるところでしたね。懐かしいな。免許取った頃だからもう44年ぐらい前、高校生ぐらいの時ですね。その頃です。この辺は通ったことがない道歩ってます。なんか新しい発見があるんでしょうか。もう神社が出てきたよ。せっかくだからお参りしてこっか。キツネさんがいる。例のごとく小銭は持ってませんので、空手でお参りしていきたいと思います。なんて神社なんだろう。あ、拝殿はこちらからどうぞだって。こっちなんだ。
あ、これ本殿だ。ここですればいいのかな。失礼します。どうかしてくださいね。よいしょ。じゃあ狛犬か。ありがとうございました。あ、じゃあもっと散歩してみましょう。震災時協力井戸の家。明治の箱はうちのと一緒だね。うまくタイミングが合えばララポート行きのバスに乗って帰るというのを今企んでおります。だってどうなりますことやら。ザーン。今9時35分、あと12分後に出ますが、どうなんだろう。戦ってみるか。歩いて先に12分前出発します。どうなりますことやら。あれがヤリスの赤ですね。結構なんか朱色っぽい、オレンジっぽいね。まあしょうがないでしょう。9時49分、まだ9分経ってる。ここは港町1丁目というバス停ですね。ララポート行き50分、今44分です。まだ6分のアドバンテージがあります。ただいま9時48分、1分前にバスが船橋駅を発車いたしました。ララポートはまだ見えませんが、勝つことができるんでしょうか。結構息切れてる。頑張って歩ってますよ。海老川バス停です。現在9時50分、52分か。あと2分できちゃうな。やばしです。バスはね、早発っていうのは禁止されてますんで、時間より早く来ることはありません。あ、今道空いてからオンタイムか1分遅れ程度で通っちゃうんだろうな。かなり厳しいところです。じいちゃん選手、勝てますか。はい、バスルートはここから左に曲がって、この先の駐車場を迂回する形になるんですが、じいちゃんはこのまんま直進していきたいと思います。いかがなもんでしょうか。 GoPro のバッテリーがもう30何パーセントあるのに落ちちゃうんだよね。あそこがゴールです。バスの姿はまだ見えません。勝てるんでしょうか。あ、ほら電源落ちちゃった。さあ、あとはこちらの iPhone 君に頑張ってもらいます。いざといったところで頼りにならない GoPro 君でした。 30% 以上あったのにな。なんでだろう。寒いせいのもあるんでしょうか。じいちゃん選手、最後のコーナーを曲がります。バスの姿はまだ見えません。勝てそうな雰囲気。余裕で歩いてます。うさぎさんのようにゴール手前で止まっちゃいました。じいちゃんです。先にゴールに向かおうと思います。バスの姿が見えました。あそこが最後のバス停です。止まらない、止まらないな。やばいぞこれは。亀に抜かれるうさぎさん状態にならないように気をつけましょう。さあ、あそこのバスターミナルがゴールです。12分のアドバンテージはちょうど良かったぐらいですね。よしよし、走ろう。はい、じゃあ次の1名様渡られましたらこれで流していきます。それで行きましょう。車両を待ってください。はい、じいちゃんゴールいたしました。余裕で待ちたいと思います。よいしょ。はあ、お、来た来た来た。12分のアドバンテージを生かしまして、じいちゃん選手勝利いたしました。はあ、
これ何時？10時。ちょうど10時ぐらいになりました。第2位のバスさん、ただいま到着でございます。お疲れ様でございました。ふなっしーランドに来ました。なんか iPhone で音声うまく取れなかったんでアフレコです。そうそうそう、このスマホケース、まあ、8800円なんですけれども欲しいなと思いました。いいよね、なんかポシェットっぽくも使える感じなんで。もうないかな。皆さんもゲットしましょう。はい、今日はご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ではさようなら。スマホケース欲しい。